7月17日日曜日、一心殿町にある高田本山専修寺で景観について考えるシンポジウムが開かれました。平成28年4月1日に津市景観計画の重点地区に指定された一心殿寺内町地区は、地域のより良い暮らしやにぎわいある町並みを継承しようと独自の町並みルールを作り運用しています。この日は景観計画の重点地区に指定されたことを受け、シンポジウムが開かれました。会場となった高田本山専修寺の宗務院には、地元で町づくり活動をしている各団体の関係者や市内外から多くの方が集まりました。シンポジウムでは、三重大学大学院工学研究科の浅野聡准教授による基調講演が行われました。その中で浅野准教授は、美しい景観を守るためには地域住民が景観保全の必要性を理解し、まちづくりについて主体的に考えることが大切ですと説明しました。次に専修寺広報課の藤谷智良さん、葛原町並み景観保全会会長の柴田俊夫さん、寺内町整備推進委員会委員長の中西真紀夫さんなどが参加したパネルディスカッションが行われました。ディスカッションでは、地域住民が住みやすいと思える町であるとともに、ふるさととして誇れるような町を作っていきたいです、地域の人でも地域の歴史や文化を知らない人がたくさんいます、地域の人が地域の良さを知るというところから始めることが大切だと思いますといった意見が出されました。最後に浅野准教授が、今日のシンポジウムで歴史や文化を生かした町づくりはまだまだ可能性があることを感じました。良い文化を残していくために、地域の垣根を越えてお互いに協力することで津の町づくりも成功すると思いますと締めくくりました。主催者の都市計画部都市政策課は、市は地域住民事業者の皆さんとの協働によって良好な景観の形成を進めていきますと話していました。